皆さん、こんにちは。大岡祐介です。はい。今日はですね、AI の話をしたいなと思っております。まあ、2023年、そして今にかけて、AI というキーワードが一気にホットワードになったと思うんですが、僕たちクリエイターはどうなっていくのか。僕はですね、18歳の時に動画を始めて、そこからずっと動画を撮影、そして編集、YouTube で共有。これをやり続けてきたんですけれども、もはや撮影する必要ない。編集する必要ない。共有も勝手にやってくれる。AI によって本当にクリエイティブの仕方が変わってきてるんですよね。もう動画クリエイター参ったぞ。そう思ってしまう素晴らしいクオリティだと。正直怖いです。で、まあ僕もね、視聴者さんからなんか AI についての動画作ってくださいみたいなことをすごく言われていて、まあいろいろ悩んだ結果ね、今日はこの動画を撮ってます。僕からね、結論を言わせていただくと、動画クリエイターはいなくなりません。やっぱり、まあ、作る目的によって淘汰されていく側面は絶対あると思います。ただ、やっぱ YouTube とかって僕自身がこうやって動画に出てお話してるって側面もあるし、まあ、あとは思い出とかですよね。思い出って自分のこの価値観で自分のコミュニティを残しているから唯一無二ですよね。まあ、そういった観点で言うと、やっぱりね、まあ、淘汰されていく側面はあるけれども、残り続けていく側面も絶対あると思うので、僕は結論、AI を活用しようっていう話なんですね。で、僕も年末ね、いろいろと情報整理していて、2023年の自分の作業、業務に対しての生産性の変化を見てみたときに、やっぱりこの AI を活用して、自分のクリエイティブの活動とか、事業とか、一気に変わったっていう感覚があるんですよね。だから僕も自然ともう AI を活用していたんだと。で、活用して自分の、まあ、才能とか自分の実力みたいなものをもっと引き伸ばすために活動してきたんですよ。で、AI っていうのは間違いなくこういうものだと思うんですね。活用して自分がより自由な、クリエイティブな表現をする手助けをしてくれる。もう間違いなくこういう僕はポジションだと思っているので、今日は AI を活用した最高のツールご紹介したいなと思っております。Adobe です。皆さんもご存知の Adobe。僕も21かな ?21 から本格的に YouTube 上で Adobe 製品の解説をしてきました。Adobe Premiere Pro ですね。その時は自分がこれ撮影してデータを入れて、もう人力でどういう編集をしてっていうのを考えながらやってたんですね。ただですよ、今回ご紹介するのは Adobe Express というツールなんですけれども、もうこれを活用すれば、もちろん自分自身が操作をするってことは間違いなくあるんだけれども、AI を活用して自分がイメージしているそのクリエイティブなその制作をより簡単に作ることができる、そんな世界になってるんですね。なので最初にもお伝えした通り、こういうツールをしっかり活用して自己表現をすべきだと僕は思っているので、今日はね、そんな動画を作れたらなと思っております。で、この Adobe Express って何かっていうと、Adobe のストック、これロイヤリティフリー素材ですね。そして Photoshop、AI、画像編集ソフト、画像生成 AI の Adobe Firefly、あとはフォント、Adobe フォントとかね。いろんな Adobe の培ってきた技術を全部凝縮して、まあ誰もがね、まあ簡単に例えば SNS 用の画像とか動画を生成したいとか、あとは、まあ卒業、まあ春ですけれども、そういった、まあイベント、行事に合わせて何かクリエイティブの制作をしたい。まあそういった方に向けた素晴らしいサービス、それが Adobe Express になります。特徴です。SNS 画像、動画、印刷物など多様な制作物を作れます。AI を活用した豊富な機能があります。リアルタイム共同編集、すぐにシェア&SNS 投稿ができます。便利機能をピンポイントで使えるクイックアクション等もあります。で、まとめると、僕いろいろ使ってみて、やっぱり SNS の、まあ、インスタグラムとかストーリーズだったり、僕も今回ね、この YouTube のサムネみたいなものは、この Adobe Express で作ってるんだけれども、まあ、YouTube のサムネですよね。これ結構いろんなね、コラージュとか、プロダクトを美しく見せたり、テキスト補足したりとか、いろんなものを詰め込まなきゃいけないので、まあそういった制作で活用してます。あとは、ウェブ用のバナー広告とか、公式 LINE メニューとか、
あと印刷物だとチラシ、ポスター、はがき、あと動画だったら YouTube、Instagram、TikTok、 全部。はい、続いて機能に関してです。Adobe Stock、 これが1億9500万以上のロイヤリティフリー素材が使えるんですね。なので、まあ、先ほどね AI とお伝えしたんですけれども、もうすでに AI の前にいろんな資産がもう Adobe 上であるんですよ。それを活用して自分の表現に活かすことができます。これは写真、動画、音楽、デザイン素材すべてですね。グリッド、コラージュのレイヤーテンプレート等もあります。次にサイズ変更ですね。これ結構ね僕も悩みで、やっぱり YouTube、TikTok、Twitter もそうですね。まあ今ね、本当にプラットフォームで多様化してるけれども、それぞれのプラットフォームに合わせたサイズに変換するのって結構だるいんですよね。まあそういうのも調整してくれますよと。また翻訳、レイアウトを保持したままテキスト自動翻訳だったりとか、あとはブランドのロゴとかフォント、画像テンプレート、カラーとかもいじれたりします。次に編集ですね。これは、まあ画像に関しては、最近話題なのが AI の生成塗りつぶし、オブジェクト消しゴム、AI で背景を削除したりすることもできます。テキストですね、これ Adobe フォント、僕もこの Adobe Premiere Pro でいろんなね、フォント編集するときにダウンロードしたりするんだけど、まあ2万5000以上の、まあ、素晴らしいフォントがあるんですね。なのでそういったものを使えたりとか、あとはレイアウト、塗り、アウトライン、AI のテキスト効果、フレーム、アニメーションと。で、まあ、動画とかも、僕が使っているプレミアプロよりも、より直感的に、簡易的にね、操作できるっていう印象を受けました。基本的にはやれることは変わりはないです。速度調整、トリミング、クロップ、分割、トランジション。AI で背景を削除することもできます。あとは一部ですね。まあ、URL 画像のインポートとか、あとは、クラウドストレージからインポートすることができたり。これ僕ね、ドロップボックス使うことがあるんだけれども、まあ、Adobe のね、クリエイティブクラウドみたいなものから素材をインポートすることもできたり、あとは背景アニメーション動画、ビデオバックグラウンドとか、グラレーション素材、あとはイラストや、まあ、デザイン分析、ヒートアップだったり、まあ、そういった素材をインポートすることもできます。で、まあそういったクリエイティブ作業ができるだけじゃなくて、まあ Adobe の素晴らしいところっていうのは、もちろんシンプルユーザー数が多いってこともあるんだけど、こういった共同編集みたいなものもたまにありますよね。ってなった時に、問題なくね、この、まあ、AI とか Photoshop のファイルをインポートすることができたり、これは Express 以外の、まあ、ソフトウェアが育っているからできる技ですよね。今まで使っていたソフトウェアからアップデートするため、より拡張するために Adobe Express に、挿入することもできると。今のが全体的に Adobe Express でできることです。次に、クイックアクションです。これは画像だったらテキストとイメージ、背景削除、テキスト効果。これ先ほどもお伝えしたと思うんですけれども、まあそういった操作ができます。まああと地味に嬉しいのは JPEG、PNG、SVG、GIF 変換も可能、サイズ変更、クロップも調整できます。で、これ結構ね、YouTube で字幕入れるってことがたまにあるんだけれども、字幕の自動生成もしてくれます。これは僕、インタビューとか使うときに、もう Adobe Premiere Pro でやったりするんですけれども、もちろんこれは Adobe Express でも使えます。あと、Voice to Animation。MP4 変換になっています。正直僕は7年ぐらいプレミアプロのね編集をしてるんで、この動画で全部伝えることでできないんですよね。ただ全体的にできることは今お伝えしましたと。でその中でやっぱり動画クリエイターが YouTube のサムネイル作ったりとか、 SNS 用に比率を変換させたりとか、まあ、あとはやっぱ複雑な処理ですよね。 AI を活用して簡易的にできちゃうとか、なので、まあ、こういうのも含めて、ちゃんと AI っていうものを活用して、複雑な作業を、なんかこれ時間かかってるなと思ったら、一回止めて、AI に代替できないかっていうものは、ちょっと考えてみるといいかもですね。次にグラフィックデザイナー。このね、グラフィックデザイナーは、めっちゃ活用できるかなと思ってます。まあ、Photoshop AI にアニメーションをつけたりとか、まあ、生成画像を使ったり、あとは QR コード作成。で、ビジネスパーソンだったら、例えば、スライドを、ちょっとユニークに作成したりとか、あとは PDF の編集等もできます。で、今回ね、デスクトップ版をご紹介してるんですけど、最近ね、モバイルアプリ版もアップデートされたみたいなので、もしね、スマホでも気軽に使いたいという方は、ぜひチェックしてみてください。で、あとは価格ですね。僕は Adobe Creative Cloud 契約してるんで、そういった Photoshop とか、あとはもう既存の Creative Cloud のユーザー、あとは AI とかプレミアプロの単体プランとかを契約している方っていうのは無料で使うことができちゃうんですね。Adobe ユーザーはもう必見です。で、その他に、まあ、使っていないって方は月額1180円で、基本的には課金すれば全部使えると思ってください。で、無料でも使えるんです。なので、無料で一回使ってみて、まあ、やっぱり使いづらいな、結局活用できてないなと思ったら契約外せばいいかなと思ってます。
はい。冒頭ね、AI についてね、お話したと思うんですけれども、やっぱりこの AI という新しいテクノロジーがもうすでに搭載されてるんですよね。なので、ちょっとこれ使ってびっくりしました。ここまでなんか AI を活用するってこともそうだし、今までのその Adobe のクリエイティブのその資産を活用して、より自分の作りたいものをより柔軟にできると。っていうのを肌で感じました。なので今日ね、この動画をご覧の皆さんは AI を活用するという観点ですごく重要なことなので、ぜひね、使ってみて感想とあればね、コメント等でお待ちしております。まあ4月からね、新しい生活が始まる方も多いと思うんですが、心機一転、Adobe Express でクリエイターを目指してみてはいかがでしょうか。バイチャ。